1996年11月16日ロサンゼルスで産声を上げた新田真剣佑さん。いつまでおったの？アメリカ。17までいました。だから5年前までいました、アメリカは。じゃあ日本の方は結構まだ新鮮ですか？新鮮です。新田太一。2014年から日本で活動を始め、映画「ちはやふる」の出演で注目されることに。最初に日本に来て受けたのが「ちはやふる」だったんですか？そうです。あ、でも見事勝ち取って、勝ち取って新たという役をもらって、その新たを三好にしたんですけど。じゃあそれだけ感銘受けたってことですか？そうですね。あとはパシフィックリムとの出会いも人生のターニングポイントなのかなと思います。ちょうど仰げば尊しのドラマ出てる時に、あのパシフィックリムのオーディションがあって、そのオーディションをアメリカで受けなきゃいけなかったんですよ。24時間しかもらえなかったんですけど。1日しかないのにオーディションアメリカまで行ったの？そうです。ドラマ側が開けてくれなかったら出れてないんです。なるほど。 その1日いただいたから。1日いただいたので行けました。Not a lot of time. We got it coming! 滞在時間がわずか3時間というオーディションで見事ハリウッド映画出演のチャンスを手に入れた思い出深い作品です。さらにこの頃の思い出が。その当時もちょうどブランチの買い物の達人に出させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ターニングポイントブランチになるな。ブランチですね。そうですね。そうだ、ブランチです。王様のブランチです。ブランチです。ありがとうございます。ありがとうございます。